サンフレッチェ広島キプロス代表ソティリュー獲得かこの動画ではサンフレッチェ広島に移籍の噂があるソティリュー選手のニュースについて振り返ります是非最後までご視聴よろしくお願いします7月29日キプロスメディアがルドゴレツラズグラトに所属するソティリュー選手がサンフレッチェ広島に移籍すると報じています移籍金は270万ユーロ 約2億7千万円、3年契約で年俸1億2 0 0 0万円と言われています。ソティリウ選手は1993年1月13日生まれの現在29歳、身長186センチの選手です。キプロス出身のソティリウ選手は、キプロス一部の強豪アポエルニコシアや、デンマーク一部の強豪コペンハーゲン、カザフスタンのアスタナを経て、2021年2月にルドゴレツラズグラトへ加入しています。 ウエファチャンピオンズリーグ予選1回戦からプレーオフまでの計8試合中7試合に先発出場して3ゴール1アシストをマークしているほか UEFA ヨーロッパリーググループステージでも6試合中5試合でスタメンに抜擢2021から22シーズンはリーグ戦31試合中20試合に出場して17ゴール5アシストを挙げるなど優勝に大きく貢献しています今季はここまで ウエハチャンピオンズリーグ予選4試合の出場で3ゴールをマーク国内リーグ開幕戦でもゴールを決めており好調を維持していますキプロス代表でも44試合出場10ゴールという記録を残しています浦和レッズにも移籍の噂があったソティリウ選手サンフレッチェ広島に移籍をするのか動向に注目しています以上リッパーのサッカーチャンネルでした